皆さんこんにちは。マリサだぜ。霊夢です。この動画には、ネタバレ要素もあるので見る際には注意してほしいんだぜ。これは大事なことね。今回の動画は始まりの怪獣平成編パート1だ。各作品で最初に戦った怪獣の紹介だったわね。そうだぜ。今回もたくさんの怪獣を紹介するからな。いいわね。早く紹介してほしいわ。よし、最後まで見てくれよな。特撮が大好きなんだよチャンネル。最初に紹介するのはゴルザだ。ウルトラマンジェガ、第1話光を継ぐ者に登場する。太古の昔から地中に生息していた、闇の支配者型のゾアの先兵である超古代怪獣の一種なんだぜ。壮大な設定ね。アーストロンやゴジラのような王道怪獣らしい二足歩行で尻尾を引きずるスタイルで、地底に住む怪獣であるためか、全身に岩石を彷彿とさせるデザインが見られる硬質的な外観だな。確かに王道っぽいわね。中でも顔の外側から喉元を覆う鎧のような皮膚はかなり特徴的だな。体はマッシブで筋肉質になっており、そのパワフルな外見通り戦闘では肉弾戦を得意とし、パンチや頑丈な頭部の鎧を活かした頭突きなどの強力な技を持っているんだ。武器は額にエネルギーを集めて、紫の光線を一直線上に打つ超音波光線だぜ。なかなか強そうね。劇中では、モンゴルでパトロールをしていたガッツウィング1号の目の前に、何の前触れもなく地底から出現し、同時期にイースター島の地底から目覚めたメルバともども、日本の東北地方に眠る超古代文明のピラミッドを破壊するために行動を開始するが、ガッツウィング1号から放たれた信号弾に驚いて一度は地面を掘って逃げ去るんだ。ジェガ第1話は2体の怪獣が出てくるのね。その後、超音波光線でピラミッドを破壊してその封印を解き、ピラミッドの目の前でメルバと合流すると、中に眠っていた3つの巨人の像のうち1つを尻尾で薙ぎ倒して破壊したんだ。そして最後の1つであるジェガの像も手をかけようとするが、ガッツウィング1号に乗ったマドカ第5が捨て身の攻撃を仕掛けたことで妨害されるんだぜ。危ないところだったわね。そして、第5を撃墜して、再びジェガの像を破壊しようと足を乗せるが、踏み砕かれる直前に第5とティガの像が融合、光の巨人ウルトラマンティガが目覚めたことで、起き上がったティガにそのまま吹っ飛ばされたんだ。ここから戦いが始まるのね。メルバと共同戦線を組んで自慢の腕力と超音波光線を使ってティガを苦しめたが、ティガがパワータイプにタイプチェンジすると逆に圧倒されてしまい、大ダメージを負ったことで戦意を喪失し、ティガがメルバに標的を変えたわずかな隙に再び地中へと逃走したんだぜ。最後はダサいわね。逃走した後のゴルザの活躍に関しては、別動画で紹介してるから気になる人は見てくれだぜ。次に紹介するのはメルバだ。ゴルザと同じ時期にイースター島の断崖から出現した超古代怪獣の一体で、ドラゴンと鳥を掛け合わせたようなスラリとしたシャープなシルエットを持っているんだ。体色は赤いが、身体前面の首から胴にかけてゴルザに似た岩石状の組織に覆われているな。ゴルザとは対照的に素早さを売りにしていそうね。その通りだ。肩口から伸びる突起から巨大な皮膜を広げ、マッハ6の猛スピードで飛行するんだぜ。両腕の大爪、スラッシュクローと鋭いくちばし、目から発射する山吹色の破壊光弾メルバニックレイが武器だ。メルバもなかなか手強そうね。手が相手に2体がかりで襲いかかり、最初は前線するが、パワータイプに変身した手が肉か傷を負わされたゴルザが地中に逃走したため、単独での戦いを強いられるんだ。かわいそうに、得意の空中殺法で翻弄するものの、スカイタイプとなった手がに蹴り落とされ、最後は、ランバルト鋼弾で爆砕されたんだぜ。っていうことは、ティガが最初に倒したのはメルバってことね。二体でもっと頑張れば勝てたかもかしれないわね。次に紹介するのは宇宙球体スピアだ。ウルトラマンダイナ、第1話新たな光前編に登場した宇宙生命体だぜ。TPC のシーナ・サエコ参謀により命名され、ネオフロンティア時代を迎えた地球人の宇宙進出を快く思っておらず、たびたびそれを妨害しようとしてくるんだ。今までのとは経路が違うわね。そうだな。TPC の通信回線に割り込んだり、冥王星に捏造した遺跡で地球人を誘い出すなど、高い知能を持っているんだぜ。その代わりに弱いとか？単体での戦闘能力は、人工衛星も破壊するほどの体当たり攻撃や光線、3体で標的を包囲してから繰り出す捕獲能力などを持っているんだ。しかし、TPC の訓練生でも倒せるほど耐久力は低いんだぜ。ならなんとか倒せそうね。それが、何体にも分離、再合体することができ、他の生物や物質と融合してスピア合成獣に変化するんだ。
厄介ね。次に紹介するのはダランビアだ。正式名称は合成銃ダランビアで、さっき紹介したスフィアが火星で岩石や砂を取り込んで怪獣化した姿なんだ。足が3本の蜘蛛のような姿をしていて、武器は口から放つ光線だぜ。これがスフィア合成獣なのね。さっきのグランスフィアとは見た目がかなり変わるわね。劇中では、TPC 火星基地をスフィアと共に破壊し暴れ回ったんだぜ。さらに、スーパーガッツのガッツイーグルの攻撃を悪空間バリアを張り巡らせて無力化し、さらに、アスカにギャラクシースナイパーやガッツブラスターノーマルモードで撃たれても、びくともしない防御力を見せつけてるんだ。強敵そうね。そう思うだろ。その後、ウルトラマンダイナ出現時の強烈な光で粉砕されたんだぜ。え、終わり？ああ。吹き飛んだ残骸は再結集してネオダランビアになったが、ウルトラ戦士と戦うことなく変身した余波だけでやられた怪獣は、こいつとウルトラマンに登場した地底人くらいしかいないんだ。めっちゃ弱いじゃないの。ということで、ネオダランビアも解説しておくぜ。ダランビアの破片が破壊した火星開発プラントの残骸を取り込み、再結集して強化変身したスフィア合成獣で、事実上ウルトラマンダイナが最初に戦った怪獣だな。さっきのは戦ってすらいないものね。そうだな。外見はダランビアから大きく変わり、二足歩行形態の王道体系な怪獣となっているな。本当ね。能力はどうなっているの？能力もダランビアよりパワーアップしていて、頭部の角から破壊光線を放つほか、右腕を触手のように伸ばし相手に巻きつけて高圧電流を流すことも可能だぜ。しかも、ダランビア以上の強度を持つ悪空間バリアも展開できるんだ。ちょっとは苦戦させられそうね。劇中では、ダイナとの戦いの末、ビームスライサーとフラッシュサイクラーの連続攻撃で悪空間バリアを破壊された後、ソルジェント光線を受けて爆散したんだぜ。強化前に比べたら死ぬほど頑張ったわね。ちなみに、49話には別の個体が出現するんだぜ。だんだん応援したくなってきたわ。次に紹介するのはビジョンの竜だ。ウルトラマンガイア、第1話光をつかめに登場する、竜子加速実験で高山ガムが、竜子加速と精神をシンクロさせた意識の中で見た謎の存在で、媒体によっては地底の竜とも表記されるんだぜ。何それ？その正体は不明だが、根源的破滅将来体のイメージ、または悪い面の塊とも言われているんだぜ。よくわからないわね。そうだな。劇中では、竜子空間内で光の巨人、ウルトラマンガイアと戦っていたが、フォトンエッジを受け爆散したんだ。ほんと、何がしたかったのかしら。実は、第17話の初期稿では、第1話の描写は予知夢であり、地底に実在していた竜をアグルが呼び覚ますという展開が書かれていたんだぜ。その伏線だったってことね。最後に紹介するのはコップだ。根源的破滅将来体が最初に送り込んだ生体兵器で、ウルトラマンガイアが最初に戦った怪獣だな。さっきのは有志空間内だったから、実質こっちが初戦ね。池袋に落下してきた黒曜石の多面体の中から出現したんだ。武器は頭部から発射する砲弾と両手の鎌コップシッケルだぜ。強いのかしらね。池袋で破壊の限りを尽くし、出撃したシグのチームライトニングの容器を撃墜し、そのまま豊島区や千代田区を蹂躙し、ガイアとの戦闘では砲弾やコップシッケルで苦しめたが、最後はフォトンエッジで倒されたんだ。なんとも言えない強さね。ちなみに、後の調査でコップの襲来以降、地球各所で怪獣たちが覚醒し始めており、コップは先発隊としてだけでなく地球の怪獣たちを活性化させて人類と戦わせる役割もあったらしいんだぜ。そういう意図があったのね。コップは、その後はシュガック数体登場しているんだぜ。これに関してもいつか紹介してみたいな。それもぜひとも教えてほしいわね。ということで、今回はこの辺で解説を終わるんだぜ。ダランビアが可愛かったわね。そうだな。平成編の続きやそれ以外の作品についても、また別の動画で解説するんだぜ。それは楽しみね。他にもウルトラマンについて色々と解説をしていくからチャンネル登録よろしくなんだぜ。また次回も、よろしく。ご視聴ありがとうございました。